はい、皆さんこんにちは、茎わかめと申します。それでは今回はですね、ニコニコ動画の RPG 集まるの方にちょっと面白そうなゲームがあったので、そちらをプレイさせていただきたいと思います。それがこちらですね、ホリンさんという方が制作されましたパズルアドベンチャーゲームになりまして、箱押し釜っていう、パズルゲームになります。まあ、こちらどういうゲームかと言いますと、女の子がですね、トイレを我慢しながら漏らさないようにですね、そのパズルを解いていくという内容のゲームになっております。なんか面白そうだなっての広告で見て、やってみました。ではちょっと早速やってみましょう。さっきね、ちょっと簡単にいじってしまったんで、よいしょ。ん、かわいいですね。この問題、わからん。詰まった。はっ。やばい、集中してて全然気づいてなかった。飲んだリンゴジュースが出ちゃいそう。ペットボトル3本は飲みすぎたか。3本はさすがに飲みすぎだわ。早くトイレに。なんだここ。私トイレの扉を開けたはずでは。橘雫、ようやく来たか。デスゲームにようこそ。かっこ社会的な意味でってのがね。誰？あら、かわいい。デーモン P。私はゲームマスターのデーモン P だ。なんか変な生物出た。このゲームのルールを説明しよう。箱を押して旗を取るのみ。旗、ああ、旗ありますね。だが45歩以内に旗を取らないと、床全体に電流が流れる。これが何を意味しているかわかるな？あ、デスゲームっすね。箱を動かすとは言ったが、青い箱はバレットを取り、特定の銃で射出しないと動かせないのだ。というわけでゲームの参加者には銃が支給される。はっ。トイレに行きたくばパズルを解いていくがよい。ちなみにこのデスゲームの参加者はお前一人だけだ。え？顔がすごい。ふははは、私は高みの見物という子。せいぜい私を楽しませてくれたまえ。こいつの目的は何なんだ。なんだろう、あの生き物。初めて見たって感じじゃない。初めて見たって感じじゃない。ん？なんだっけ？ん、この子がなんか落書きかなんかで描いたキャラなのか？やば。気を抜いたら、溢れちゃう。とにかく早くパズル解かないと。はあ、っていうわけでパズルスタートですかね。あはあはあはあ。で、これがその、銃弾ってことですね。で、旗を取る。旗を取るっていうことは、Z で銃撃つと。あ、これね、青いやつは、弾が当たると移動して、白いやつはそのままと。あ、じゃあもうこれでクリアじゃん。あ、なんだ、簡単にできましたね。まあ、どんどん難しくなるんでしょうけれども、ステージ何まであるんだろうな。お、なんか難しそう。クリアしたと思ったら、まだあるの？ここはステージ2。まだまだパズルを楽しめるぞ。ステージ2？どこまであるの？すでに色々とやばいんだけど、そうですね。ちょっと尺的に俺もどれぐらいあるのか知りたいな。全20ステージだ。20？だが安心しろ、時間経過で漏らすことはない。それはつまりじっくり時間をかけてパズルを解くことができるわけだ。裏を返すと、パズルで迷えば迷うほど尿意に苦しみ悶え続けることになる。さ、最低。もうステージ20か。理想としてはステージ10で1本分ステージ10で1本分で2本に分ける感じですかね。え？どうしよう。とりあえず、ここで、あ、2個いっぺんにいけんだ。なるほど。でもこう見えても結構パズルゲームは、これ、もう一回、そっから打って間に合う歩数。
おうおお。いけますね。そう、意外とこう見えてパズルゲームは苦手ではないので。なんだろう、あの茶色い箱。なんかボロそうだし、打てば壊せるかな。あれは壊す系の箱なのか。でもこれ打たないとダメだもんね。ああ、それも貫通して打てるんだ。はあ、はあははあ、ってことはさっきの応用かな、これは。これこっから打てば右にずれるよね。で、ルートができると。あとは歩数が間に合うかどうかなんだけど、あ、意外といけるな。サクサク進めるかもしれないです。で、今の感じでやっていくと。これはどうなんだろう。ああ、やっぱある時はまだダメなのか。もう一回そっちに戻って打てば道はできるけれど、問題は歩数が足りるか？あ、ギリギリいけた。面白いぞ、これ。あれ、乗ったら動いちゃう系の床かな。この状態で変な刺激をもらうのはまずい。乗るのは最低限にとどめないと。お察しの通り、矢印の床に乗ってもちゃんと移動した分は歩数としてカウントされる。小刻みな揺れが下半身を刺激するのだ。ふふふ。何がふふふだ。はった押すぞ。はあ、なるほど。これに乗ると勝手に移動しちゃうと。で、この丸はなんだ。ワープか。とりあえずちょっと待ってよ。どうするどうする。何もやんないで、ああ。とりあえずこれ取ろう。で、あれを、そうだよね。これ打たないと意味ないんだよね。あ、これで全部まとめて動かせるか。よしよし。で、おワープない。おスムーズですね。いいぞいいぞ。ステージ6。これはどうすんのが正解なんだ。あっちに行きたい。ってことは、この青いブロックを下に下げられればいいってことですよね。だから弾2発をそいつに使うと。ん？ってことは、それそんな難しくないんじゃない？これで1発2発で道ができるよね。あ、ほう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 。これステージ10までは結構スムーズにいけんじゃない？ん？なんだ？ 10 年前。過去バナになっちゃった。ねえねえ、お母さん。私、将来は、ふーんになりたい。なんだろう、YouTuber かな？私の作った、ふーんでみんなを幸せにしたいの。みんなが幸せになれば、私も幸せになるんだ。ねえ、どう？いい考えでしょ？うん？あ、くだらないわ。何その不安定な食料。やっぱ YouTuber かな？人気食料みたいなやつですよね、多分ね、これね。え？幸せの道はただ一つよ。たくさん勉強していい学校に入って素晴らしい会社に就職するの。いや、そうだけとは限らんぜ。それ以外幸せの道はないの。いや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 。逆に視野を狭めちゃってるからね、それね。そんなこと言ってる暇があったら公式の一つでも覚えたらどう？その方がよっぽどあなたのためだわ。そりゃしずくちゃんね、グーの音も出ないっすわ。うん、分かったよ、お母さん。私には何か夢があった。いい学校に行くのではなくて何かやりたいことがあったのだけれど、もう覚えてない。いや、思い出せない。10年前。今これ中学生高校生ぐらいだとしたら、まあ小学生以下の時の夢ってことですもんね。第一関門無事に突破したじゃないか。だがまだまだ序盤に過ぎない。うう、落ち着かない。早くトイレに行きたい。無理するな。楽になってもいいんだぞ。それは嫌。まだまだ耐えられる。早く行こう。ね、これ本当にあの歩数分歩いちゃうと、ん？ちょっと待ってくれ。これはどういうことだ。
ん？これをワープすると取れると、ん？これをこっから打つのは分かった。あ、なるほどなるほど。でこれを取れると、でこれはどう打つ。これ方向転換はできない。あ、やべ、あ、初めて歩数分歩いた漏らしちゃった我慢できなかったえ、ってことはでもこれ取るのは合ってるよね。これはでも打ってバレット取らないとダメなんで、あとこの茶色いブロックを壊せればいいわけですよね。あ、でもこれここからこのあれマウスがこの下から打ったら多分これも一緒に動いちゃうよね。ってことはこっから打ちたいってことか。どうすりゃいい？これで、あ、ワープしたら左向いてんのか。これでもう一回行けば、あ、あ、行けた行けた行けた。あ、でもちょっと難しかったな。初めて漏らしてしまった。さあ、これもどういうことなんだ。でもこれは一回これで取るしかないよね。で、打つか。うん、あ、いけんじゃない。もうこれで道は開けたよね。あ、これは簡単でしたね。ステージ8クリア。せっかくだ、パズルばかり解くのもなんだし雑談でもしよう。フレンドリーですね。余計なお世話だ、こっちは苦しんでるというのに。君はここに来る前何をしていた？勉強。受験生だし。ほう、大学受験といったところか。どこの大学を志望している？お茶じゃないんだねお湯の水大学。お湯の水大学か、名門大学じゃないか。だがそんな大学に行くとなるとたくさん勉強しないといけないな。そうよ、我慢しながらパズルを解いてる暇なんて。勉強に集中しないといけないし。ほう、だが私の目にはとても勉強がはかどっているようには見えなかったかな。図星ですからね。とりあえずこれ取るか。で、え、でどうする？これ壊したところでとりあえず取るか。で、打つ、打つ、あれ？バレット無駄にしたわ。あ、クソ。あ、そうか、向こうにはできないんだもんね。あ、クソ、クソ。ステージ9急に難しいな。こうか。ん？ああ、やべ。で、打つでしょ。そこまではいいんだけど、どうする？あ、わかったかも。で、こいつを打って、これで、よしよしよし。よかったよかった。柔軟な考えでいきましょう。ステージ10。でももう半分ですからね。意外とサクサク進めてるんじゃないのかなと思うんですけど。待ってくれ、いきなりやらかしたぞ。リスタート。え、どうやってあそこに行きますかね。ん、え、え、ちょっと待って待って、どうするのが正解だこれ。まだバレット持ってないですもんね。あ、あ、そうかそうかそうか、これでいいのか。で、こいつ壊すか。
これでいいか、これでこれでいけるか、よしよしよし、いけたいけた、よし半分いきましたね。とりあえずまあ意外といい時間になったんで、この後後半戦、次回ですねやってみようと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。はい、バイバーイ。